世界の偉人でなくともケバファンの誰かの偉人にどうも、えー、そういう理念を掲げおかげさまで愛されて2年と2ヶ月馬券実の発信活動をやってますケバユーチューバーガロちゃんです僕は人に感謝をされるコーチを見て自分も人に意見を発信しその人の元の考え方を変えたり新たに加えたりそのことを通じて人の現状を良くできるこの人はかっこいいなと思い隣りたく馬券実の発信活動をやってますケバユーチューバーガロちゃんです で今回はですね、いらないと、えー、危険な人気馬を買ってしまい、レース後。なんでこの馬来んのやと。なんで俺が買う時に限っていつも人気馬来んのだと、いうふうに、えー、ただ嘆くだけになってしまう。そんな、やらないと損するワンステップについてお話します。そうですね、えー、ちょうど、僕の友人がですね、まあ、平日、今日金曜日なんですけど、 僕を乗せて、えー、ある目的地まで、えー、連れて行ってくれたんですが、その時に後悔してたの、ことがあったんですね。運転手の友達が、まあ、後悔をしてた一言があって、その一言は何かというと、もっこの道が走りやすいかどうか見とけばよかったと。はい。どうやら、まあ、いつもと違うルートで走ってみたいで、ちょっと走りにくさを感じたみたいなんですね。はい。なので、まあ、もっと走りやすい道、どうかをチェックしていけばよかったと、はい、いうふうに言ってました。 これ馬券でも同じだなと思って、どういうことかというと、どこが走りやすいコースかと、ま、つまりどこが伸びるコースかっていうのを見ておく必要があるなって、この別ッ馬と、同じだなと思ったんですね、今日。この友人の一言で。つまり何が大事かというと、その日の当日、例えば芝コースやれば、どこを通ったら伸びやすいかっていうのを見るのが大事なんですね。走りやすい、つまり伸びよく伸びるところ。 あの、うちが伸びるか、外が伸びるのか、はい。そしてアドマイヤマワーザが勝った NHK マイルの週は、外出しでした。オークスも、まあ、割と外目が伸びてましたね。うちも伸びてましたけど。今週ダービーはというと、じゃあ先週のオークスの週は外出しだったから、今週も外出しいいのかというところで、今週は、えー、ババア状態が、いいのは変わりないですが、卓ですね。つまり、ラチが今回、 うちの、え、バののたなところは、かい、えー、腐れてですね、まあ王、大は、補われてて言えばいいですか、芝の悪いとこが、まあ、なくなって、え、今週またとてもいい芝の状態で走ることができます。つまり、ババの内側がまた有利になるんですね。さ、拉致に近い方が。なので超一のレースを見ておく必要があります。う有利って割れていても、ま、あ内がちゃんと有利なのかっていうのを、えー、まあ、例えば土曜日のレースでですね、ババの直線、どこを通った馬が伸びてるか、内の方が外の方が、見ておく必要があります。 そうすれば、えー、例えば、通り野菜、うち有利と分かったら、もう内枠、もしくは、ババの内を通りであろう馬を買えばいいですし、逆に外出しだと分かったら、もうババの内を通りであろう先行馬をもう消せばいいですね。はい。そういった具合に、えー、危険な人気馬、き穴間というので見えてきます。それでは今すぐ最後にこれを覚えておいてください。どこが走りやすいか、つまりどこがよく伸びるかを見ておく必要があると。これが馬券につながるということを覚えておいてください。それでは以上です。ありがとうございました。 最後まで聞いてくださったあなただけのお知らせです。えー、今回はバブ状態を見た上でも,もちろん他にもやるべきことがあります。えー、その最新の帯風バキ率の全貌として、っきの動画説明欄にあるブログでまとめておきました。えー、なぜここで最新の帯風バキ率を話せなかったかというと、とても長くなるため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。えー、なので、えー、今動画を見てくださっているですね、今が一番情報を受け取る受け取るとしたやつで、バキ率が今頭が一番後に入りやすいです。なので、えー、下記動画説明欄のブログの方をクリックしてください。それでは、記ブログでお待ちます。今回は以上です。カトちゃんでした。ありがとうございました。